先週6日間にわたりまして、この北朝鮮平壌を取材してきたジャーナリスト近藤貞夫さんにスタジオに来てもらっております。先ほどから平壌市内の話をずっとしてもらっておりますけども、撮ってきた写真見ると、はい、路面電車も走ってれば、地下鉄も走ってれば、しかも結構車体綺麗ですね。いや、地下鉄はすごいです。地下ね、60メートルから100メートル近く、本当の使い方なんですけど、防空壕としても使うとか、なんか言われてますけど、あの戦争があった時にシェルターにも使えるように作ってるということは聞いたことがありますね。地下鉄、はい、ピカピカの車両。そうです。この駅なんかすごい、いや、シャンデリアがついてましてね、長野の高山の地下鉄ね、プラットフォームに比べたら5倍ぐらい広いですからね。で、当然地下鉄、人は乗ってるん、はい、もちろん乗ってます。誰でも乗ります。あの、2号線30キロ走ってるんですよ、平壌市内に、地下鉄が。それで、大体あの40円ぐらいで、乗り換え自由でですね、あの市民が利用してますね。で、この道路、車も結構多いですね。いや、車はね、増えた、渋滞してるよっていうことを聞いて行ったんですけど、はい、そうではなかったですね。それこそ5年前に比べて多少は増えてますけど、はい、そんなに渋滞するほど車は走ってません。それでちょっとあの、果樹園取材に行くときに、平壌の郊外あたりまで出たんですけど、もうちょっと市街地から離れますとね、道路はものすごくきちっとできてるんですけど、車はこれです。ほとんど走ってませんね。静かなもんですね。平壌市内、平壌の中心部、でも平壌の中心部を見る限りでは、我々が勝手に想像しているよりは、皆さんまあ豊かと言っていいんですか、暮らしぶりはね、そうですね、服装もですね、そこそこの服装でね、はい、そんなに派手な服装ではありませんけど、そこそこに5年前より少しは良くなったかなということでね、平壌市内を見る限りではですね、非常に困ってるっていうような現象を全く見られないと言ってもいいと思います、ね。ただ今回ですね、はい、次第で一番大きな収穫はね、最高人民会議、はい、これは日本でいうと国会なんですが、はい、この副議長、それからですね、朝鮮対外文化交流協会の日本局長というですね、言ってみれば高官に会って、そして話を聞くことができたんですね。と、はい、いうことは、取材がきちっとできたということでね、はい、いろんな話を聞いてきましたけどね、まあ、やっぱりその中で彼らが一番言ってるのは、何度も耳にしたことはですね、やっぱり過去の生産と、国交正常化をしたいって言うんですよ。日本との関係、だから日本を非常に頼りにしててくれるということを非常に感じたんですけどね、残念ながら拉致の問題があったり、制裁問題があって、それがなかなか進まない、はい、で北朝鮮はともかく国と政治家が日本のですよ、はい、動いてほしいと、だから過去を清算してくれれば、国交正常化なんて簡単にできるし、拉致問題も簡単に解決できるんだから、なんとか日本がね、そういうことを早く処理してほしいねということをですね、何回も耳にしましたね、この交換から。つまり、日本から取材に来てる人間にそういったことをアピールして、はい、それが日本の政権にそういう話が通じればいいなという意識もあるんですよ。そうなんです。だから拉致問題でもね、一時は解決済みになったんですが、はいはい、再調査するというところ変化してきたんですが、それからまた日本と北朝鮮6カ国協議なんかでちょっといろいろあってですね、またこれは終わってしまってるんだと、解決済みだという方向にまた逆戻りしつつあるんですね。だからこれはですね、非常に高官が言ってたように、各国きちっと清算すればね、国交正常化できる。そうすると日本と北朝鮮も仲良くしてですね、これからまたお互いの発展のためにいいんじゃないかということを言外にですね、私非常に感じてきましたね、今回は。はい、いろんな交渉ごとでも、そういうことを素直に言ってくれるからね。でね、日本の政治家が動いてほしい、動いてほしいという感じを受けてきましたね。だから日本がそういうことではね、国も政治家もね、なかなか動いてないですね、やっぱり。いろんなことがありますからね。キム・ジョンイルからキム・ジョンウンにトップ変わりましたよね。はいはい、で前回からだ5年前はキム・ジョンイルの時代、今キム・ジョンウンになりました。はいはい、トップが変わって、はい、変わったなという感じは受けられました。そういう情報を受けて、ピョンヤンに入ったんですけどね、はいはい、いや実際行ってみるとそんなに変わったことはありません。で先ほどのお二人の交換にもそれ聞きましたし、はいはい、変わったって日本で聞いてきたんですけど、本当にどこが変わったんですかって言いましたらね、いや何も変わってない、
ただ、キム・ジョンイル体制からジョン体制が変わったということだけで、やってることはずっと同じ路線、全然路線は変更してない、はい、で今年は特にキム・イルソン100周年、はい、生誕100年と行政大国の大門を開くという節目の年だから、それに向かって全力を挙げているから、近藤さん、5年ぶりに来たらちょっと変わっているように見えるかもしれませんけど、やってることは全く変わってない。ただ一つ変わったことがあると強調したのはね、教育を改革したっていうんですよ。教育改革、はいはい、つまりね、義務教育はね、11年なんですよ、これまで、はい、で今年から義務教育1年延長して12年義務教育をして、はい、徹底的に教育に力を入れる。学校教育と社会教育と家庭教育、はい、これを3つの、はい、3本の柱にして、子どもたちをより良い教育が受けられるように、全部あの施設から教員も要請して、1年延長して義務教育をきちっとして、これからの子どもたちの教育を、国を背負う人たちの教育をしっかりやっていくということを言ってましたね。はい、その教育の中にね、はい、うがった見方と言われるかもしれませんが、北朝鮮の政権にとって、都合のいいことを一生懸命教え込むという要素は見え隠れは、いや、もうそれは社会主義の国ですから、それは当然あると思いますね。あるんでしょうね。それとやっぱり小学校の間にその子どもの才能を見出してですね、この子はこういう才能がある、この子はこう振り分けてですね、そういうことをしよう、そして中学校に入ると徹底的に専門的な教育をやるというような場面を見せてもらってきましたけど ね、うん、それはまあやっぱりね、日本ではちょっと考えられない、社会主義国ならではの英才教育ですね。 まさに英才教育ですね、うん、才能を早く見つけて、スポーツでもそういうことをね、社会主義国家ってやりますけども、そういうことをやろうという国なんですね、はい、最後に一言申し上げますとね、はいはい、やっぱりいろんな国に取材行きましてね、地球上どこの人間も同じなんですね、うん、だからいろんなことがあるんでしょうけれども、どこの国ともどこの誰とでも仲良くしてですね、やっぱり地球全体の繁栄にね、うん、人類が向かっていかないといけないんじゃないかと、うん、ほんのちょっとしたことでね、いがみ合っているような状況はもういいよというふうにですね、うん、私も今度北朝鮮に行ってきて、そういうことを非常に強く感じて帰ってきましたね、うん、はい、両国とも両民族ともそういうふうにして、そうなんですね、はい、一方的ではなくてね、お互いに話をして、できることはできる、できないことはできないって解決していくっていうのが大事だと思います、ね、はい、先週北朝鮮を取材に行ってきましたジャーナリスト近藤貞夫さんに今朝の特集スタジオに来てもらいました。どうも近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。